日本東京都台東区日本包み日本包みは東京都台東区の町名。現行行政地名は日本包み1丁目及び日本包み2丁目郵便番号は111-0021。地名の元となった日本包みについても記述する。台東区の北部に位置する。町域東部は台東区清川に接する。町域南部は日の出会い通りに接し。 これを境に、台東区東浅草に接する。町域西部は、土手通りに接しこれを境に、台東区専属、台東区流線、台東区三ノは一丁目にそれぞれ接する。町域北部は、明治通りに接しこれを境に、荒川区南千住台東区三ノは二丁目に接する。町域内は、商店や各種事業所、住居等が混在しているほか、東部には、 大阪市の鎌ヶ崎、横浜市の琴吹町と並んで称される、日本の三大人足寄せ場の一つとして、日雇い労働者が集まる、三夜の一角を含んでおり、簡易宿泊所が多く見られ、2008年12月末現在の、簡易宿泊所は53件を数える。北東端には、涙橋交差点がある。色破壊商店街が、日本み一丁目のほぼ中央を東西に伸びている。 この商店街は漫画、明日の城の舞台が商店街の近くの涙橋であることから、同作品を利用した町おこしを行っている。かつては、比較業の工場が多く見られたが、現在は多くが移転、廃業している。歌川広重、名所江戸百景に描かれた日本包み。やや誇張されてはいるが、土手状に作られていた地形がよくわかるかつて、この一帯は、 入間川の氾濫源にあたり、石浜から松千山、浅草、鳥越丘の高台からなる自然堤防の背後の広大な広廃湿地だった。この湿地帯は、忍武丘のふもとにまで及び、度重なる洪水によって、なかなか陸化せず、当時の図に、千属池や姫の池などとして見える。江戸市街も常に氾濫の危険があったが、 江戸幕府による荒川をはじめとする治水事業により、現那6年末地産を崩した角度で、浅草聖天町の今戸橋から北西方向へ、美濃和城漢寺にかけて堤防が築かれた。全国の初代名により64日で完成したため、2本包みだとも言うが記録がなく、確証が薄い。また土手が2本あったから、2本、包みという説もあるが、これも場所が特定できていない。 三夜堀は、この土手の北側にあり、石神洋水から分かれた音と川など上流部からの排水路として機能していた。土手上は周囲を見渡せる、見通しの良い街道として利用された。明暦の大火の後に、土手南側に人形町から遊郭が移転し、吉原となってからは、吉原土手、通い慣れたる土手八丁などとも呼ばれ、遊びに通う江戸っ子たちで賑わった。 関東大震災から4年後の1927年、日本包みは取り崩された。現在は土手通りとして痕跡を止めている。2020年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に鉄道駅はない。北側に南千住駅。 北西側に美濃和駅が設置されている。東京消防庁日本み消防署は町域外の専属一丁目に所在している。また、公共職業安定所は町域内にはないが、労働化窓口業務については隣接する清川に設置された上野公共職業安定所、玉木労働出張所のその他は上野公共職業安定所の管轄となっている。 ありがとうございます。